今私も実はクリスマスちょっと恋人と過ごしたことが一回だけあります。おお、あら、まあまあ一、はい、人だけやからな、かなちゃんが付き合ったのはな。はい、はい、もともとね、コンビを組んでた、まあ、彼氏だったんですけれども、うん、ちょうどその、まあ、付き合ってる時に、まあ、クリスマスが訪れたわけですよね、うん、もうウキウキじゃないですか。で、ツイキャスしようってなったのよ、うん、その時、まあ、その時もちょっとツイキャス、まあ、芸人としてね、芸人として、うん、やっぱなんか普通にしてもらうし、配信、うん、なんかラブラブツイキャスをしてそういうあ、流行ってたんですよね、カップルでツイキャスするみたいなのが、うん、その時に。だから私たちもしようってなって、うん、で、まあ、そのツイキャスしながらなんかピザ食べたりとかケーキ食べたりとか、うん、その交換したりみたいなプレゼント交換したりみたいなしようみたいなって、うん、で、まあ、交換を私にツイキャス配信しながら、まあ、ラブラブの感じですよ。私サンタさんのコスプレして、うん、でサンタさんのコスプレしてイエーイみたいな感じ でピザ美味しいみたいな感じででプレゼント交換しましょうってなって開けたらめっちゃ可愛いペンダントだったんですよね。ネックレス、うん、言い方どっち、ネックレス、ネックレス、そう、ネックレスがね、うん、出てきたんですよ。で、うん、うわー嬉しいと思って私恋人からそういうアクセサリーってマジで憧れてたの、うんうん、分かる分かる、めっちゃ憧れてて、うん、じゃあこの今ツイキャス配信してるから、うん、もうここでつけましょうってなって、うん、うわーって言ってでコウ君が後ろに回ってつけたんだけど、うん、めちゃめちゃきついわけよまず首がねちょっと首がだいぶね、そのネックレスのなんかチェーンみたいなめっちゃ短いのまず、うん、すごい短くて、まあ、しょうがないわと思って、うん、うーって感じで、でもうちょっと本当に本当につかなかったのずっと、ちょっと待ってちょっと待ってみたいな感じ で大丈夫だよって思いながらうーってなってて最終的にもうめっちゃ頑張ってグッとついたついたみたいな、うん、そしたら、うん、ネックレスの真ん中のアクセサリーがもうピンって立っちゃってきつすぎてね、わかるわかる、ハルンこうはならんかった、決してちょっと立ってチョーカーみたいな、でも犬じゃんっつってコウ君が言ってくれて、うん、めっちゃ笑いになってっていう話です、ね、なるほど驚けちゃったけれども、はい